はい、どうもおはようございます。今日は2月23日天皇誕生日ですか。朝6時の相場解説、1日足を見ています。1日足はこのように下がっていって、そして上昇トレンドにも入ってますけども、まさに上昇トレンド中で、こちらの価格帯のフェーズからこちらの価格帯のフェーズに今移行している途中ですよね。それが1日足を見ると冷静に見ることができます。ですんでね、この辺りが懐かしいですけども、この辺りでもしね、買いの玉を立てていて、まあ、私がね、あの上昇トレンド入ってますよって言ったのを、まあ、真に受けていただいたら、なんとね、ここまでの利益が乗ってるってことなんですよ。まあ、この辺で入っても同じですけどね、どこで入っても上昇トレンド中ですよって私毎日言ってますけども、どこで入ってもこの利益が取れているってことです。まあ、ですんでね、デイトレードって言って、今日エントリーして明日決済するみたいな、そういうのがあるんですけどもね。それからウィークリートレンドといって、月曜日に資金投入して金曜日に引き上げるみたいな、倍で全部総取りなんですよ。だからトレンドが見極められるっていうのは、このぐらい立体的に価値を拾っていけるんですよね。1時間で、売買をしながら、1日とか1週間でもちゃんと売買をしていくと、やっぱり見えないところでたくさんの利益がね、取れていけるということになります。ただ私たちがやってるのは1時間軸の取引ですから、今回も1時間軸での取引になってきますけどもね。じゃあ次は4時間を見ていきましょう。はい、4時間ですね。4時間上昇トレンドがはっきりと出てますよね。この前の月曜日ここで窓を作って、そして埋まらないのかなと思って頂点に来たところ、グッと埋まって、そこからですね、弾みをつけるように N 字を書いて上昇トレンドを作り続けてきたっていうところが、こうやって見て取ることができます。それから上昇トレンドが今新しいフェーズを作ろうとしているところが、この赤いフェーズには入ろうとしているかどうかっていうところになります。もうだいぶ半分ぐらいまでは入ってきて安定したのかなってところですよね。で、1時間を見て今日どうするかを決めていくわけですけども、基本的にはブレイクアウトのレンジ戦略ですね。それをお伝えしていたと思います。例えばね、ここら辺でレンジを引くとすると、上下が50ピップ相当しかありませんので、抜けていった方向についていくブレークアウト戦略を取ることになります。昨日はここがね、ブレークアウトで失敗だったんですけども、まあそういうこともありますけどもね、やっぱり4割負けて6割取っていくんで、ブレークアウト戦術のためのレンジオプションになりますね。はい、じゃあこれからも今日の時間軸見守っていきましょう。で、最後にね、この動画ここまで見てくださった方のために、ちょっと別でも講義を取ると思うんですけども、FX やりながらね、モチベーションが落ちていく理由に、やってもやっても頭に入らない、やってもやっても資金が増えないからだと思うんですよ。ね、それありますよね。やっぱりなかなか覚えられなかったり、思うような結果が出なかったら、つまり儲からなかったら、お金もなくなるんだけど、そのやる気もそがれていくでしょ。その時に思い出してもらいたいんですよ。勝てなくってやる気がなくなるってことは、私のように毎日やってる人間は大体勝ってるってことが分かるでしょ。つまりこういうことなんですよ。勝てばやることがストレスにならないんですよ。喜びになるんですよ。負けるフェーズにいるからやることが負担になってくるでしょ。だからそこは頑張って突破しましょう。野球の試合に出る前に何回バットを振ってもね、なかなか球に当たらなかった、そんな時やる気をなくすんじゃなくって、頑張ってね、続けてもっともっと研究することによって打てるようになってくる。そして試合で勝てるわけじゃないですか。もう私たちの試合ってのはお金を増やすことですから、うまくいかない時にどう踏ん張るかが大事なんですよね。はい、じゃあ今日は以上でございます。また追加放送お待ちください。